おはようございます、今日の朝のコーヒーはこれホットな焼酎にします。これはブラジルベースのね、フレーバーではアメリカンとして売ってる、コーヒーですね。まあ普通のコーヒーと思ってください。まあ飲みやすくて、誰でもが飲める感じのコーヒーですね。で、後味がスッと消えるようなタイプなんで、まあ、仕事中に飲む人かなんかに、非常に都合がいいコーヒーとなっております。で、今日の格言。今日の格言はこれ、いきます。人それぞれの美味しいを否定しては、ならない。人それぞれの美味しいを否定してはならない。まあ、簡単に言うと、人それぞれ美味しいっていうのがいろいろあるんで、例えば辛いものが好きな人もいれば、甘いものが好きな人もいる、苦いのが好きな人もいる、酸っぱいのが好きな人もいる、その人その人で美味しいっていうのが違うので、自分の美味しいと違うことを問題にしてはいけないよっていうような感じのことを話そうかなと思います。それではコーヒー立てます。はい、まず真ん中いきます。はい、今下を打ち始めました。そしてここからぐーっと持ち上がってくるところで周りにかけます。結構美味しいって、この、まあ、コーヒーならコーヒーなんでしょうけど、コーヒーの、まずコーヒーの美味しいと、例えば食べ物の美味しいと、ま、いろいろあると思うんですけど、まあ、当然、コーヒー屋なんで、コーヒーに限定して、こう、例えば、考えてしますよね。例えば、すごくこだわったこう職人さん、食べ物屋さん、あ、ない。はい、1分のムラに入ります。すごくこだわった食べ物屋さんがあるとするじゃないですか。で、食べ物屋さん、素材とかなんかにもこうこだわって、おるという人は、じゃあすごい、コーヒーの味をどうこうこだわってるかというと、そうでもないわけですよ。例えば、もうそういう方、まあコーヒーにそこまで、こだわってないよっていう状態だと、まあインスタントでも飲むであろうし、コンビニのコーヒーでも飲むであろうし、砂糖、もしかしたら砂糖をミルクを入れるかもしれません。つまり、例えば、そういう、こう、職人さん、こう、職を、仕事をされてる方でも、インスタントコーヒーを美味しいと思えるかもしれない。はい。つまり全てのものに全て、こだわってるわけではないと思うんですね。で、それと同じように、例えば、まあ、僕らコーヒーはどうしてもコーヒーにこだわっていくんで、コーヒーの味はこうすごくああだこうだ言うけど、他の食べ物に対してそこまで、言わないと思うんですよね。言う方もいるでしょうけど、言わないですよ。それはなんでかっていうと、そこまでに、こだわってないからですね。ただ、コーヒーは仕事で、ある程度こだわるから、そこの中で、美味しい、美味しくないというのが、こう、特に自分の
基準で美味しい美味しくないができてきてしまうわけです。ただ人ってそこのとこにこう到達するまでの間って、例えば、今レギュラーコーヒーを飲んでます、自家焙煎で新鮮なコーヒーを飲んでますっていう人だって、最初からそんなコーヒーを飲んでたわけではないと思うんですよね。最初はもしかしたらネスカフェを飲んでたかもしれない。で、缶コーヒーを飲んでたかもしれない。それも、美味しいと思いながら飲んでたんだと思うんですよ。それが、だんだんちょっとコーヒーに凝ってきて、普通の、スーパーで売ってる、レギュラーコーヒーでは満足できなくなり、自家焙煎のコーヒー屋さんで、新鮮なコーヒーを買い、新鮮なコーヒーを飲むようになりみたいな、こう少しずつこの好みが変化していったと思うんですよね。で当然その人はそこまで、例えば、自家焙煎のコーヒーとかなんかをこう飲むようになって、こう新鮮なコーヒーの美味しさをこう体験するようになって、古いコーヒーの、酸化した味を、あ、これが美味しくないんだなというふうに、理解できるようになって、そうすると当然ですけど昔飲んでた、缶コーヒーであったり、昔飲んでたスーパーで粉になって売ってる、レギュラーコーヒーであったり、そういうものを美味しくないと感じるわけです。だけど現実それは売れてるわけですよ。インスタントコーヒーだって売れてるし、スーパーで売られてる、粉のレギュラーコーヒーだって、世の中売れてるわけですよね。つまりそれを美味しいと思って飲んでる方々なんていくらでもいるわけです。だからそのいくらでもいるその人たちが、じゃああのあいつらはコーヒーの味がわかんないとかいうふうに、まあ言うてもいいですけど、まあそれ言いたければ言ってもいいですけど、だけどじゃあそのコーヒー屋さんは他のものに対してそこまでこだわってるかっていうことですよね。そうすると、例えば魚に関しては、例えば漁師みたいに、こう、取ってきて、みたいな感じのものを、こう、食べてるような人たちと比べりゃ、まあ、普通に、ね、魚なんて、そんなものは、こう、みんな食べてないわけじゃないですか。つまり、その、道のプロとなると、やっぱり、そこの、それに対してはすごく詳しいし、でそれ以外に対してはそこまで詳しくはないんですよね。だから、自分の専門分野に対してはまあ詳しいけど、そうでないとこはちょっと、ラフなもんであると。でコーヒーだってそうで、コーヒー屋はコーヒーに対しては、専門分野なんで、詳しいし、こだわりもあり、コーヒーに関して、自分の、美味しいを持ってるかもしれないけど、他の人はそうでない美味しいを持ってるわけですよ。特にコーヒーに関してそこまでの、こだわりを持った美味しいじゃないかもしれない。だから、最初からそういうコーヒーを、美味しいと、思えというふうに言うのはちょっと、強引すぎて、徐々に育てるのは OK だとは思うんですけど、一応今、これですね、今、人それぞれの美味しいを否定してはいけないというやつなんですけど、徐々に美味しいに育てるのは OK だと思うけど、相手が、インスタントを美味しいと言ってるんだったら、まずそこはまず認めてあげて、それから話を持っていかないと、単なる対立になっちゃいますからね。うん、お前は何もわからんっていうようなノリになってしまうので、そこら辺はちょっと、おおらかに、考えなければならないんじゃないかなというふうに、ちょっと、強引なまとめになりましたが、コーヒーが、立て終わりました。
ちょっと時間が足りなくなりましたね。はい、薄めます。だからコーヒーって結構抽出とかなんかをこだわってくると、この入れ方でなければとか、なんかだんだんと、なって予想を否定したくなる部分はあると思うんですけど、なりたけなら、どの入れ方に対しても、まず肯定して、その中で自分は、こっちの入れ方のが好きだっていう風に判断した方が、まあ、平和でいいかなという気はしますね。はい、とりあえず、今コーヒー入りまして、代表の試飲が入ります。アメリカンです。ホットな焼酎師。あ、はい、軽いっすね。軽いっすね、やっぱ軽いっすね、こう。こういう、何杯でも飲めるような、はい、だけど口の中の味は残る。スッと消えていくは消えていくんですけど、味が全く消えてるわけではなく、ある程度ちょっと、残ってる感じはありますね。まあ朝一ですからこのぐらいでも、まあ残ってるなと、少し残ってるなと。アメリカンはまあ消えますよって言って一応言うんですけど、あ、ちょっと残ってんだみたいな感じでちょっと思いましたね。はい、まあでも残ってるは残ってるみたいな。一応歌い文句は飲んでスッと味が消えて、仕事がすぐできるというのが売りなんですけどね。まあ、だけど、ほんのちょっと残るだけで。はい。口の中ずっと余韻が残って、仕事ができなくなるようなタイプではないですよ。ということで、玉木の、はい。玉木の方の宣伝に入ります。玉木の方ではですね、モカのドリップバッグのセットですね。キランキラン。1500円。僕、アラカ、ご父の、3種類、2個ずつのセットですね、6個セットで、巾着に入った、まあ簡単に言うと、人にあげるのにちょうどかっこいい感じの、セットになっております。クリスマスにはちょうどいいんじゃないかという感じですね。このキランキラン、1500円で、販売しておりますので、よければ、インターネットの方で、お申し込みくださいませ。次、これもクリスマスですね。クリスマスアソートメント。これはですね、キサンジンさん、玉木、フレーバーコーヒーが、とんでもなく、違う味のものをですね、焙煎しまして。で、このとんでもなく違うくせに、3つ合わせてみると、結構ブレンドとして、完成してしまうという、不思議なコーヒーですね。これを5000円で、3種類の、コーヒーがですね、巾着に入ってですね、クリスマスバージョンで、販売していますので、よければこれも、インターネットでお買い求めできますので、もしくはフレーバーの方に来ればですね、いつでもあるので、よければ買いに来てください。インターネットで注文してください。ということで、今日の、朝の格言はこれですね。人それぞれの美味しいを否定してはならない。だいたい否定してね、だいたいいいことないですよ。何でもね、肯定してった方がいいですよ。これが美味しいと思うんだよねって言ったら、あれ美味しいですよねって、ただ僕はこういうもののが好きですけどねぐらいの感じで肯定しておいて、自分はこういうのが好きだというふうに、話に持っていった方が、いいですよね。相手の
美味しいというのは、そんなもんは美味しいとは言えんよみたいに、で喧嘩になるのもバカおかしいですからね。はい、そして今日の朝のコーヒーはこれですね、ホットな焼酎紙アメリカンのタイプのコーヒーを、入れてみました。ということで、今日も、仕事頑張りましょう。